皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだせ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。さて今回はまず今川家を滅ぼすぜ。大名は氏真であるか。すでに他愛なし。だが良い家臣を持っておる。油断は禁物だ。さようであったな。ではこれより今川家を討伐する。それでは参る。てなわけで今回もザキカキがガンガンいっちゃうよ。ただいま、絶賛野戦中だぜ。今川軍約5万2000に対し、ザキカキ軍6万。そろそろ数でも上回るようになってきたぜ。さようであるな。ではザキカキが先手をいただこう。御大将が暴れては家臣が手柄をあげれぬではないか。いな、他の者には本陣をついてもらう算段よ。さようであったか。これはしたり。見よ、敵が引いておるわ。今川よ、まともに戦もできぬのか。まあよい、このまま本陣をつくまでよ。御意にござる。あれ、また敵が引いたぞ。どうやらまともに戦う気はなさそうだぜ。さようであるな。さあ本陣をつくぜ。異彩承知。これから氏真を追い詰めていくぜ。氏真殿、お覚悟召されよ。ではザキカキも本陣をつくぜ。よいにござる。さあ三方からの攻撃、耐えられるかな。これはひとたまりもあるまい。このままだとまた籠城戦か。いや、うまくいけば野戦で仕留めることができるぜ。なんと、そのようなことが。やや、本陣の部隊が300を切ったぞ。これで終わりにしてやるぜ。氏真殿、これで終わりでござる。よし、勝ったぞ。それにしても敵部隊が全然動いてなくて草。それでは武将紹介、行ってみるか。さーて、誰があるかな。まずは朝比奈康友。今川家臣。父の死後、家督を継ぎ今川義元に仕える。だが桶狭間で義元を知人に、家中騒乱の中、氏真を支える。その後武田、徳川勢が侵攻。氏真と小田原城に逃れる。しかし、その後の消息は不明となったという武将だ。小田原を脱出、家康を頼る際は同行しなかったという。てなわけで登用。次なるは岡部正綱。少年時代、今川家の人質である徳川家康と知り合う。その今川家の初陣で見印二つを取るが桶狭間で義元を討ち。その後は信玄に仕えるが勝頼に失望し出奔、家康に仕える。武田滅亡後は家康のため旧武田家臣を協約したという武将だ。信玄に、一生は江賀拓満卒は家康し、と言わしめたそうな。てなわけで登用。次なるは朝比奈信置。今川家に仕え戦場でも活躍。山本勘助を義元に推挙する。だが今川家が滅亡すると武田家に仕え、信玄に徴用される。しかし長篠の戦いで武田軍大敗、徳川軍に攻められ敗北。結果、織田信長に切腹させられたという武将だ。朝比奈家の執事だが康友らとは別系統なんだって。てなわけで登用。次なるは天の影面。今川家に仕えるが滅亡後は徳川家に従う。が武田家に寝返り。今度は武田側として徳川軍を撃退するなどの功績を挙げる。武田家滅亡後は北条家に仕えたという武将だ。北条家では佐竹家との戦いなどで活躍したそうな。てなわけで登用。次なるは松下幸綱。
はじめ今川家に仕える。この時期に家臣に秀吉がいたらしい。その今川家が滅亡。徳川家康に仕えた武田家と戦うも降伏。その後、長浜城主だった秀吉に家臣として召し出される。最終的に遠江区の城主に抜擢されたという武将だ。ちなみに娘は柳生宗則に嫁いだそうな。ってなわけで東洋。これで今川家も滅亡だ。今川家も大なし。では次に徳川を攻める。これで家康も一巻の終わりよのう。ではこれより徳川家を討伐する。それでは参る。いざ、岡崎。ただいま、絶賛野戦中だぜ。徳川軍約5万4千に対し、崎垣軍約8万。数の上では我らが有利よ。さようであるな。おのおの方、徳川勢をひねり潰すのだ。皆の者、いさめよ。うむ、延べ坂が唇を切ったか。さようであるな。やや、あれなるは本田忠勝。本陣のそばにいるとは厄介だな。主力は何をしておげる。ただいま、本陣に向かわせておる。急いでたもれ。小太郎が雑魚を相手にする。その間に本陣を突く。よいにござる。むむむ、延べ坂がやられておる。主力が到着するまでしばしの辛抱だ。よいにござる。では家康に人たち浴びせようぞ。おうよ。さすがは家康よ。なんの、これからが本番よ。ち、逃げられたわい。では我らも岡崎城へ向かうぞ。異彩承知。ただいま、絶賛籠城戦中だぜ。では例によって増量一部隊の皆さん、おなしゃす。見よ、満タンからこのヘリ。ゲイメストの五色、おっさんがいるぞ。よしよし、順調に減っているぜ。さようであるな。ちなみに火をつけて防御度を下げる方法もあるぜ。おお、その手があったか。城からの鉄砲など効かぬわ。やや、敵の援軍が到着したようでござる。その前に決着をつけてくれよう。よいにござる。よし、一桁になったぞ。次でしまいじゃわい。うむ、これで我らの勝利だ。岡崎城落城、お見事にござる。それでは武将紹介、行ってみるか。さて、誰があるかな。まずは大久保忠世。徳川家臣、三方ヶ原の戦いなどに参陣、武功を挙げる。また長篠の戦いでも活躍、織田信長から称賛を受ける。北条家滅亡後、家康が関東に移るとこれに従う。そして小田原城に4万5千石を得たという武将だ。大の倹約家で月の7日間、一切食事をしなかったという。ってなわけで東洋。次なるは酒井忠次。徳川四天王筆頭、今川家の人質時代から使える。姉川の戦いや三方ヶ原の戦いにも参陣、武功を挙げる。長篠の戦いでは忠次の発案を信長が採用、勝利に導く。
石川数正出奔後は第一の重臣になったという武将だ。晩年は目を患い、ほとんど見えなかったという。てなわけで登用。次なるは石川数正。酒井忠次と並ぶ徳川家の元家老、幼少より家康に仕える。家康の懐刀として長篠の戦いなどで数々の武功を挙げる。小牧、長久手の戦いでは秀吉との和睦を唱えるが孤立。結果、秀吉の元に出奔してしまったという武将だ。このせいで三河以来の軍勢を武田流に改めたそうな。てなわけで登用。次なるは本田忠勝。徳川四天王の一人、家康の側近として幼少の頃より仕える。姉川の戦いでは朝倉軍一万に対して短期がけで応戦する。長篠の戦いでの活躍ぶりは敵味方問わず称賛。家康も激昇。57の戦でかすり傷一つも負わなかったという武将だ。でも関ヶ原の戦いで落馬したっぽいのでかすり傷はあるかも？てなわけで登用。次なるは徳川信康。家康の嫡男、織田と同盟を結んだ際、信長の娘をめとる。長篠の戦いなど武田家との戦いで数々の武功を挙げる。だが母と結託して謀反との噂が立ち信長の耳に入ることに。結果、家康の命により切腹させられたという武将だ。気性が激しく普段から乱暴な振る舞いが多かったのだとか。徳川信康に塩賜る。これで徳川家も滅亡だ。徳川家も他愛なし。それでは勢力図を見てみよう。今回は今川、徳川家を滅ぼしたわね。天下布武へまた一歩前進だな。さようであるな。しかし次の敵も手強いぞ。して、その敵とは？織田家だ。織田も力攻めで滅ぼしてくれよう。そしてまだ健在なのが上杉家だ。軍神か。ここは兵糧攻めかな？そしてその上には畠山家。このような大名ひとひねりよ。そしてその下にいる大名が本願寺家だ。どのシリーズでもしぶといのう。そしてここからさらに下ると朝倉家が控えている。朝倉か、いずれ合間見えようぞ。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さて次に滅亡するのは織田か、それとも次回もこうご期待。それではご視聴ありがとうございました。